はい、じゃあライフイズ読めへん。はい、じゃあライフイズストレンジやっていきます。あ、なんかいきなり音楽がいいな。なんか穏やかな気持ちになるな。ライフイズストレンジではあなたの選択次第で現在、過去、未来が変わります。慎重に選びましょう。へー、過去も変えれるんや。過去か。じゃあ、暗かった高校時代を変えたいな。思い出すだけでも、うわー、びっくりした。増えた。どうした？めちゃくちゃ寝相悪いんかな。風吹くよマジで。どうしたどうした。何なのこれ。誘導でもされた。うわー、すげえ。私なんでここに？っていうかここどこ？あ、心当たりないんや。マジで誘拐ちゃう？あれは町の灯台。中に入れば。めちゃくちゃ独り言多いのこの子。とにかく俺と一緒や。向かわないと。何？ライトハウスって書いてるの。え、タイロ立たれてる。うわうわすごい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 。デモンズソウルのタイロの叩き方やこれ。あ、ここで木が折れたんや。うわー。あ、なんかこれ晴れてたら良さそうなとこやけどな。ライトハウス、ライトハウスだよね。ライトハウス、あ、ライトハウスって言うんや、灯台ってライトやから、そのまんまなんやな。光ってる光ってる、誰かいるかもしれない。早く行こう。いや、物飛んできそうで怖いな、これ。うわ、物飛んできそうや、これ。え、ちょっと待って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 、やばい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 。来てない、あれ。こっち来てる。ちょ、国滅びん、これ。灯台に入って助かる、あれ。早く避難しよう。危ないよ、道危ないよ、危ない。マジマジ気をつけてね。早くこの子、お父さんとお母さんのところに届けないければ、無事に。そんな崖っぷち行ったらあかんよ。嘘でしょ。船越英一郎やないんや。やばいなこれ、やばいやばい。え、上陸してる。あ、ちょっと危ない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 、やばい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 。あ、夢。何今の。映画を時間の断片だと考えた。当然ながら写真についても同じことが言えるだろう。ここはいつもの教室、大丈夫。ずっとこっち見てる子いる。カラー、キアロスクーロなど技法は様々だ。あ、ではこの野郎、人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰？居眠りなんかしてない。それに夢にしてはリアルすぎた。誰か？何なの？ダイヤ・アーバスです。なるほどね。なぜそう？お、これリアルタイムで授業進行するの？すげえなこれ。リアルタイム、これ視点も動かし放題やん。アーバスは人間を雲の存在と考えた。見る？正直ヘドが出る。はいはい、騒がない。え、あ、ごめんなさい。例えば俺がうるさかった。こんなダサく、ジェファソン先生には見せられないよ。クラスのみんなにも笑われる。誤解されそうやなこれ。なんかちょっとなんか ストーカーの人がさ、なんかよく好きな人の座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。カメラ見る。ペンケース。その写真は誰にだって撮れる。あ、かわいい。ペンケース、いい加減に買い替えた方がいいかな。あ、確かにちょっと子供っぽいかもな。レトロな感じが気に入ってるんだよね。アーバスが被写体の最も美しい瞬間を捉えていた。何歳この子。どうだ、周りの子大人っぽいけどな。あれだけのセンスの持ち主なら別の赤さっきの写真か。こんなダサく、ジェファソン先生には見せられないよ。できたはずだ。確かに私、写真を撮って自撮りをする。現実化してみよう。そんな、そんな毎日超絶妖怪みたいなことする、授業中に。戦後のアメリカを捉えたフランクの作品は、貧しくても懸命に。マジでマジでマジで、おお、やったで。おい、フラッシュ付きで。マックスが自撮りを。バレバレ。現代ならではのセルフポートレートだが、はい、マックス、君は筋がいい。怒られない。あ、いい先生やんか。肖像写真は1800年代初期から余計なことで怒らん先生って。現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだ。なるほど。呼び方は変わったけどね。え、ちょっとリアルタイムで授業進行してるのやばない？これ、人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。はい。
マックス、ついでだから君に聞こう。マックスっていうのね。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は？え、わかる？あ、印刷です！印刷！私ですか？知らなさそう。印刷、え、活版印刷じゃない？活版印刷じゃない？私ですか？違うかな？中国が生み出した活版印刷じゃない？要は答えられないということか。誰か他に答えられる人は？そんな詳細いる？フランスの画家、ルイ・ダゲールはじめのダゲレオタイプ。鏡のように被写体をくっきり映し出す。カメラ、普通のカメラなの。ごめんなさい。あなたのぼんやりした顔とは。よかった、マックスが恥かかんで俺のせいで。活版印刷ですとか言ってたら大恥やんけ。ダゲレオタイプは人物の顔を細部まで描写することで。よかった、ごめんな、マックス。1800年代以降、広く普及した。日記見てみる？いやでも授業に集中したい気もするけどな。この技法で初のセルフポートレートを読むコーネリアスだ。誰かに読まれたらなんて思われるか。え、何これ。10月1年のうちで一番好き。あ、かわいい、日記書いてるやん。何このハート、アンダーテールみたいやな。紅葉で色が変わった葉っぱはたくさん。ちょ、これ読んでられへんな、これ8ページもあんの。いや、これ実況じゃなかったら全部読むけどな。いや、これ読みたい。これでもいつでも読めるんじゃないの、もしかして。あ、先生、あ、ビクト、ん、これ多分ビクトリアやんな。あ、この子可愛らしいな。ケイト、あ、みんな可愛いな。ジェファソン先生、いい先生っぽかったけどな。エピソード1、さなぎ蝶になるの。あ、 SMSパパすげえな。もうどっちが頭なんか、あの髪の毛なんかわからんぐらいヒゲ生えてるやん。あ、ママ綺麗な人やな。ボーレン、誰、弟かな。あ、ケイト、これクラスメイトじゃない。あ、上、ラインで、ラインじゃないか、もちろん。え、下から読むタイプ。え、どっち。後でお茶でもしない。いいね、4時以降ならいつでも。じゃあまた後で。はあ、ケイトちゃんの友達なんやね。以降広く普及した。いや、マジ授業受けてるみたいな。この技法で初のセルフポートレートを撮ったのがコーネリアスだ。日記見てもいいかな。彼に関する詳しいことは。でも授業受けとかないと。もちろん。困りそうだね。ネットにもね。あ、ネットにもね。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。え、すごいなそれ。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリスタも早く出すよ。テイラー。はい、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。マックスもまだ出してないんや。なんか仲良くなれそうなタイプやな、マックス。よろしく。へえ、あー、すげえ。あれ、これ自由に動かせれる。ビクトリアは早速営業活動か。ん、あの子ビクトリア。あ、ケイト、ケイト、どうした、頭抱えて。あ、パソコン見れる、見る。うちの学校、コンピューターにはお金かけてるよな。あ、これ、学校の機材？誰か作業中みたい。結構いい感じ。へえ、うまいうまい。興味なし。ケイト、どうした、頭抱えて。ケイトは塞ぎ込んでるな。どうしたんだろう。そう、頭上でこう縛りすぎて頭重いんじゃないの。ケイト、頭痛いんじゃないの。マックス、なんかすごい顔。大丈夫、目にクマできてるで。どうした、元気ないみたいだけど。元気ないみたいだけど。うん、ちょっと悩み事。うん、あ、代表に選ばれるのはビクトリー。いや、そんなこと言うと、お茶でもする。そっか、うん、お茶でもしながら愚痴りたい。そうそうそう、付き合うよ。何時間でも付き合っちゃうね。そうしたいところだけど、うん、宿題しないといけないから。あれ、ノリ悪い。うん、わかった、また今度ね。バイバイ。さっきメッセージでは行くって言ってたのにな。別の日かな。名機がこんなに揃ってる。あ、そうなんや。すごい、カメラオタクかな。超音波モーターレンズだ。超音波モーターレンズ、ヴィンテージの距離計もある。すごそうやん、それ。いいな、いいな。やばい、このゲーム何これ。もういじり放題やん。本、生徒が自由に読める参考図書。お、なかなか手に入らないカルティエ・ブレッソンの決定的瞬間もある。決定、レーボビッツはすごくリスペクトしてる。友人スミスもめちゃくちゃオタクやな、この子。アベドンの本もあるし。話投げ。もちろんダリの本もある。あ、ダリ、あ、聞いたことない名前も多いな。しっかり勉強しなきゃ。普通にあの、あれか、あの絵画のやつか。ダリってなんか聞いたことあるな。ポスター、何これ。コンテストのポスターだ。うん、ジェファソン先生からは必ず応募しろって言われてるけど。いや、俺は行こうぜ。酷評されたらって思うと怖くて出せないよ。いや、俺が協力してやるよ。読む、
君もヒーローになるチャンス、エントリーして優勝をつかもう。日常ヒーローフォトコンテスト、あ、言ってたやつね。自分の写真や人物の英雄的な行動をテーマにした写真。へぇー、ヒーロー的な写真か。それ取り替えがあるな。あ、ビクトリア。んこれなんか見覚えない。森は写真でも、あ、これ見覚えあるぞ。見えて見える。へぇー、写真だらけやにしても、あ、あ、この灯台は街のどこにいても見える。確信ついたな俺。はい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 、はい、これこれ覚えとこうね。あ、ここにもカメラがある。あ、ビデオカメラ。ジェファソン先生のカメラはやっぱり違うな。カメラに興味、カメラにしか興味ない。2万ドルはするはず。2万200万、完璧なデジタル写真が撮れるんだろうな。すげえな。私はインスタントカメラ派だけど。インスタントカメラで、え、インスタントカメラで今時使う人いる、うん、ビクトリアを見るといつも悪口言われてるような気がする。気が強そうやけどね。悪い子なのかな。でも賢そうやったけどな。すっごい賢そうやったけどな。スタイルいいな、ビクトリア。ジェファソン先生と話すときはいつもすごく緊張する。恥ずかしい。うん、あ、もしかちょっと好きやったりする。あの、ジェファソン先生、今ちょっといいですか。気になるよね、これぐらいの。じゃあないよ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれた。笑われるってやつ。いや、いいよ、自信持って。ごめんね、俺も笑ったけど。どうしても出さなきゃダメですか。マックス、自分でも分かってるだろ。君はまだ若いとか、可能性は無限だとか、今さら年寄り臭い説教をくどくど聞かせるつもりはないが、うん、時間を無駄にしちゃいけない。あー、合理的。君には才能がある。マジで。君にしかない独自の視点で世界を切り取ろうとする情熱。評価してもらわないと物って分かんないからね、自分だけでは。勇気を出してそれを世界に発表するんだ、うん、勇気出して。アマチュアからプロの卵へ、うん、一歩踏み出してる。うん、うん、あれ響いたかな。俺でもビクトリアとも話してみたい。ビッグ、ビッグ、見ることしかできないビクトリアには。へえ、いやでもちょっと、もう外も気になるな。はい、出ましょう。開ける。え、私のことどう思ってるの。分かってるだろ、可愛い。いつも通りの風景。ダメか。それだけじゃ授業中にいい写真送ってあげないもん。先生かな。マックスはイケてると思ってんでしょ。あの、おとなしいキャ。トイレに行ってちょっと一人になる。ちょっと今陰口聞こえてきましたけど。シャキッとしなきゃ。マックスの話もっとバカにされちゃう。授業だりつ。ここでロゴ、かっこいい。ちょ、ごめん、もうめっちゃ興奮しちゃうこれ。ど、イヤホン入れたから音楽。やばいよ、服の中に入れてるやん、イヤホンのコード。それする。俺せんけどな。すげえ。これ動かせんじゃないの。やべ、やばい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 。いや、すげえ髪型のやついるな。あれ、ライン交換してる。おお、進んでる。なんかちょっとさっき髪口叩いてなかった。なあなあなあ、やめようや、そういうの。なあ、やめようや。テイラーだ。いつもビクトリアを待ってる。あ、ビクトリアの、あの、腰巾着みたいな感じ。あの子は確かコートに。いつもテイラーとビクトリアの言いなりになって。ああ、そうなんや。なあ、さっき髪口言ってた気がしないけど、やめような。仲良く行こうな。マックス、もうちょっと大人っぽい格好した方が。なんかさ、やっぱまあいいけどさ、みんななんか結構大人っぽい格好してるからさ。エヴァンはあまり話しかけてこない。でもすごくいい写真を撮る。イケメンよな、エヴァン。めっちゃかっこいい。アリサはいつもスマホいじってるけど、一、うん、人でいることが多いみたい。二人でおるかな。うわあ、ちょっと待って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 、ちょっと話そう話そう話そう。もう赤ももう走、歩みが早い。なあ、あれいじめちゃう、気になる。もう、うわ、廊下に座ってるやん。ステラ。ステラはいつもノートとにらめっこ。うん。本気で勉強しにブラックウェルに来てる。いや、真面目やん。いや、俺高校の時1秒も勉強せんかったけどな。カップルかな、ジャスティン。あれはデーナ。うん、相手の男子はジャスティンだったかな。あんまり詳しく、うわあ。
なあダニエルいじめんのやめとうてや。俺気になってたもん、この子、この子ちょっとなんかさ、お前ら結構普通っぽいやつらやないか。お前ら甘いものいじめするから大嫌い。なあ俺も嫌い。ボルテックスクラブのメンバーだし。ボルテックスクラブ、何それ、爆発する名前やな。ダニエル、ダニエルはすごくいい人なのに、ローガンのやつぶっ飛ばしてやりたい。まあ、ぶっ飛ばそうぜ、もういつかぶっ飛ばそうな。ゼッコロリストに入れた、ゼッコロリストに。あ、ブルック、ブルックはウォーレンと仲いいみたい。ウォーレンが好きそうなタイプだし。マジ、あれウォーレンって誰やったっけ。ウォーレンって誰、これ見たら分かったりする。ちょっと待って、あれ増えてないな。主要メンバーしか出ないんかな。行方不明者、え、もう何ヶ月も行方不明なのか。なんてこう、アラカピアペイン、違うな、普段町の名前やな。あ、したレイチェル・アンバー、19歳、19歳、大学生や。自販、うわーすげーあー、アメリカっぽいな、こういうの。砂糖販売機って呼べばいいのに。コインを入れたら砂糖が出てくる。最高だね。糖分のもう、糖分のもう玉手箱やで、これ。全然うまいこと言えんが。あ、グラント先生。生徒に好かれてそうやな。科学のグラント先生はいい先生だよ。そうやな。なんかどっか、あ、さっき、あの、廊下でお見受けしたよね。あ、これ。よくやった。レイチェル・アンバー。綺麗な子だな、このビラ見てると悲しくなってくる。わかる、行方不明者のさビラってちょっと悲しいよな。校長先生はいつも校長室にこもってる。マイス先生でいいの。トレバースケーターは好きだけど、私の思いはいつも一方通行。え、好きなの、スケーターは好きだ。こういうやからは無視するに限るな。サミュエル、こんにちは。サミュエルって本当変な人。わかる。でもそこがいいんだよ。いいよね、そういう人。なんか心がなんか許せるよね、こういう人には。なんか悪い人じゃなさそうっていうかさ。決めつけやけど、それも。掲示板に貼ってあるものを見ると、その学校のことがよくわかるね。掲示板なんや。ボトム最高のギタリスト。ああ、バンドメンバー求めてたりするの。泳ぐの大好きな人集まれ。錦鯉やないよ。あ、アメフトや。やっぱ強いんや、この学校。すごいトロフィー。さすがビッグフットってとこ。チーム名かな、ビッグフット。あ、でもバスケットボールもあるな。アメリカってアメフトがさ、まあ日本でいう野球みたいな感じで、あの、学校のヒーローなのな。どうしたらいいんやろ。いや、これマジキリがないぐらいやな。どうしたお前、な捨てようか迷ってんの。どうしたどうした。ヘイデンだ。ヘイデン、ボルテックスクラブのメンバーで、そんなに嫌なやつじゃない。ボルテックスクラブは結構そのリア充グループみたいな感じなんかな。あ、私も姉さんやビクトリアみたいにイケてる生徒になりたいわ。バカみたいねえ、なあ、ね、別にさ、そういうグループにさ所属せんでもさ、学校生活なんてさ、いくらでも楽しめるからね。わお、女の子にぶつかって何もなしやで。デコレーション、あ、ほら、ハルビン近いんかな。廊下が骸骨だらけになるっていいよね。ほんまに、それさ、あんまりよく、俺はしかないけどな。ハロー、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 その話しかけるこいつら。けっ、けっ、マジ。ジュリエットとは寮の階が同じ。彼女もボルテックスクラブ。あ、そうやろな、イケてるもんな、なんか。お前やめろからクソ野郎お前。ジュリエットと学校でイチャイチャすんな。も当然、ボルテックスクラブの家中の存在だもん。へえ、そんな大した野郎には見えねえけどな。陰キャヒモテジジイがなんか言ってますけど。あ、これマックスのロッカーじゃない。開けれ。パパとママの大事な写真。ジャック・ケルは本当にかっこいい。アンディ、今日もバッチリ決まってるね。アンディ、開けるだけ。みんなにロッカーの中は見られたくない。そんなに、そんなになんか見られて困るようなもんなかったけどな。
いや楽しいな、なんか自分がアメリカ人になったかのような気持ちになるよね。ここ1ヶ月ぐらいケイトが笑ってるとこを見てない気がする。優しくていい子なのに他の子みたいにパーティーで遊んだりしないからからかわれてるみたい。高校生にもなっていじめとか本当にくだらないよ。ケイトはしょっちゅうかわいそうな目に遭っている。宗教系のサークルに入ってるのは知ってるけどお説教されたことなんてないし私は別に気にしないけどな。へえ、なんか落ち着けるタイプじゃないんやね。ここ何週間は特に塞ぎ込んでるみたいで、なんだか抜け殻みたい。なんとかしてあげたいけど私も自分のことでいっぱいいっぱいで。まあそうやろな、思春期ってそうやな。もうやっぱりいじめのせいで落ち込んでるのかな。無理もないよね。もっと稽古に声を、稽古じゃないその日本人みたいな名前じゃない、もっとケイトに声をかけるようにしなきゃ。お茶か映画にでも誘ってみようかな。ケイトの家ではきっと中学生以下 NG の映画なんかも見ちゃいけないんだろうな。そうなんや。ちょっと待って、まあ、あと読みたいな。ここやここ、あったあったあった、トイレ。女子トイレ入るのね、ごめんね。ごめんね、マックス。タイはないね、ほんまにタイはないね。うわー、なんかこんなん良くないわ。よかった、誰もいない。汚ねえな、このトイレ。こんなとこ人に見られたら最悪だよ。見られとんねん、これ。陰キャひもてじじいこと、我が輩が見とんねん、これ。いや、さすがにそんなこと、ね、入んの？いや、めちゃくちゃプライベートやな。こんなことわざわざ書く？そうやんな。全然わからんわ俺。あ、ビッチって書いてる。レイラチップアムス。誰のことや。さっきの行方不明の子かな。はいはいはい。あ、なにこれ面白い。これ面白い。使うやって。今日はどこへ行っても誰かにバカにされてる気分。授業中にあの幻を見てからおかしくなった。私どうしちゃったんだろう。そんなに？まああるよそれぐらい。顔こんなとこで洗うのか、逆に汚れそうやけどな。すっきりした？大丈夫、自信持たなきゃ。うん、私には才能がある。うん、タイトル、ダメだ、タイトル次第じゃない。お、破ったよー。陶芸家やないんやからあかんで、それ広、ちょっとゴミ箱入れないと。別の窓が開いてる。パリンってそのほっとくタイプとかなんとか。うん、シャッターチャンス、これは絶対撮らないと。うん、いいね、これいい写真撮れそう。どうしたらいいの、どうしたらいいの。あ、写真っていうやつ出た。もっと遠くからの方が良かったかもしれん。あ、インスタントカメラってポラロイドカメラのことか。確かにポラロイドカメラはいい写真撮れるよね。なんか味のある写真になるよね。おい、男入ってきたぞ。え、嘘やろ。大丈夫だ、落ち着け。心配いらない。女子トイレ、女子トイレ、深呼吸だ。何してる。しっかりしろ、ここは俺の庭だ。ここを庭にしてんの。何でも思い通りになる。お、変態です。何のよ。あれ、 FF13 ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。いや、います、います、います。さて、マックス出た方がいい。こういう時は出た方がいい。ならねえぞ。マックス出た方がいい。嘘つけ、ボンボンめ。金持ちなのは親だ。ドラッグのやり取りじゃないのか、そんな態度を取って。お前のろくでもないビジネスのこと、ご両親の耳に入ったらなんて言うだろうね。新聞にデカデカと出たら。親は関係ねえだろ。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。女子トイレはやめろよ。舐めた口聞きやがって。おわー、お前殺してやる。おいおい、落ち着け落ち着け。ちょっとやめて、やめろ、近づくな。に指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。ここに銃持ってくるなって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみたいな写真だろ。死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。うわ、バカ野郎。ありえない。女子トイレにいたら女の子が撃たれて、手を伸ばしたらまたここにいた。こっから写真は被写体の喜怒哀楽。この授業をさっき受けた。影、カラー、ヒアロスクールなど答えれるっていうこと。いじめられてる。
ビクトリアの電話が鳴ったら本当にヤバい。人物の内面をモノクロ写真で嘘でしょ。写真家といえば誰だろう。信じられないけど、これってひょっとして誰か活版印刷じゃないよ。時間を巻き戻せるってこと。 なるほどね。なぜそう思う。アーバスの作品に時間を巻き戻す。カメラ落ちたん、やり直そう。もしかしてカメラはいける。カメラいけるのね。よし、人物の本当に巻き戻った。写真で完璧に捉えた写真。タイムマシンみたい。マシン分かる人乗ってないけどな。誰か、よし、落ち着いて考えてみよう。なるほどね、うん、なぜそう思う。アーバスの作品に捉えられた失意の人々の目には危機迫るものが。さっきは自撮りした後先生に当てられた。同じことが起きたら間違いない。確認してみよう。騒がない。賢いなマックス。例えば戦術担当なんじゃん。マックスが座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。昔から自撮りはあるっていう話をしたら一緒やな。誰に。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がいい。これは絶対に夢じゃない。現実だ。間違いない。現在に至る。君たちの世代より遥か巻き戻せるんだ。自撮りの文化は存在したんだ。あの女の子がまだ生きてたら助けられる。記憶も別の姿を捉えることは常に極めて重要な要素。今すぐ女子トイレに行って確認しなきゃ。マックス、ついでだから君に聞こう。はい。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は。これ答えれるな。無視していくのね、うん、トイレに行きます。すみません、トイレに行ってもいいですか。こらこら、答えられないからといってごまかそうとするんじゃない。違うんです先生、人助けなんです。後で先生のところに来なさい。うそ、誰か他に。まずい、それはよくないな。居残りしろって言われちゃった。あの子を助けなきゃいけないのに。すまんマックス。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対ね。正解だ。そんなこと言う。もう一度巻き戻して正解を答えたら。最後まで描写することで1800年代以降広く普及した。よし巻き戻せる。長押しで高速になる。よし戻った。マックス、ついでだから君に聞こう。はい。世界で最初のセルフポートレートの誕生に答えるぞ。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 あ、出た。ダゲレオタイプです。ダゲレオタイプです。1830年頃にフランス人のルイ・ダゲレオが発明しました。マルパクリア。いいぞマックス。正解だ。ちゃんと予習してきたようだな。ビクトリアの方見ようぜ。ビクトリアの方見ようぜ。安心だぞマックス。どんな顔してんの。ダゲレオタイプは別名銀板写真ともいい。めっちゃ睨んでくる。鮮明に映し出すことができる技法だ。はい。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。ちゃんと読んできたのはマックス。能力すげえくだらないことに使ってしまった。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。ハリケーンが気になるな。代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に。あのハリケーンの頃から戻ったっていうことなのかな。アリスも。でもそれやったらさ、ハリケーンがあそこにいた記憶が持ってるはずなんだよね。だってマックス記憶を持ったまま戻ってるから。通用しないか。おかしくなったわけじゃないし、夢でもない。勇気を出さないと。これは確かに、確かにな。もう直行した方がいいのかな、トイレに。全員が参加する。ちょっとでも怖いよな。それは行った方がいいやん。マックス・コールフィールド。え、待ちなさい。コンテストの課題はどうした。さっと見せて、さっと見せて、さっと行こう。いや、見せれるかな。マックス勇気出して。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。ここ飛ばせんのね。出すつもり出せん、出すつもりなんですが。出すつもりなんですが。じゃあなんだ、絶好のシャッターチャンスを待っている。いや、もう持ってるんですけど。そうです。あ、そういうことね。マックス、時間を無駄にするな。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。また、全く同じこと言われる。ジョン・レノンの言葉だ。え、違うかった。肝に銘じておきなさい。ジョン・レノンの言葉やったんですね。え、別にいいやろ今のは。え、戻った方がいいの。へえ。これで戻れる。特別扱いはできないよ。それは分かってます。話す。あの、ジェファソン先生、今ちょっといいですか。邪魔よ、
あっち行ってビクトリア、口を慎みなさい。先生に相談した方がいいんじゃないかな。ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。ジョン・レノンが言ってましたで、ね、言うの。今準備してます。ジョン・レノンが言ってました。人生は他の計画を立てているうちに。先生が言いたいようなことを先に言うと、ね、今日は絶好調だ。全く言うことなしだ。今日中に作品を用意すること。どんなご機嫌の取り方や。君は期待してるよ。はい。いや早くでも行かないと。クラスメイトかな、あの子も。早く女子トイレに行かなきゃ。お願い、間に合って。マックス誰にも言えない。本当に偉いね。おかしいと思われる、うん、マックスはイケてると思ってんでしょ。それに何なの、あのおとなしいキャラ。やっぱいじられてる。もうやめてや。なんとかしような、マックス。おい、やめろこの野郎ども。おいおい、もう最悪やなあいつら。よし、さっきを思い出して顔を洗って、うん、写真を破ったら同じことするのね。腸が入ってきて、はい、写真を撮った。ここで来る。とりあえず姿さえ出せば関係ねえだろ。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして出た方が。なめた口聞きやがって。ぶっ殺してやる。ちょっとやめて。ひじょめる。なるほど。じゃねえ。またおな、ハンマーでもないと壊せない。ハンマーただで済むと思ってるの。てめえみてえな。よし、ハンマー型だって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ。怖い。これじゃ一緒だ。また時間を巻き戻せば助けられるかも。マジ、てめえみてえなクズ。間に合わんかったんか今。俺に指図するんじゃねえ。これ動かして。こんなことしてただで済むと思ってるの。ハマ。よっしゃ、いけた。嘘だろ。二度と近づくんじゃねえぞ。よっしゃ、うまくいった。いや、これふざけやがって。バレないよね。よかった。もう何が現実なのかわからないよ。いや、よくやってよ、マックス。女の子、この手で助けたんだ。一体どうなってるの。パニックを起こしちゃった。大丈夫。俺がついてるぞ、マックス。これ、回収してた方がいい気がするけど。なんか銃持って追いかけてったけど、あいつ。取り押さえられるやろ、それ、さすがに。おい、非常ベルが聞こえないのか。早く避難しろ。はい。トイレに行ってたんです。そうやな。お決まりの言い訳だな。なんでこそんな。え、言い訳？何らしいことがあるんだろう。なんでこんないい子そう、いい子そうな子に。急にベルが鳴るから。ならさっさと外へ出るんだ。それとも出られない理由があるのか。やめてってもう。もういい、窓さんか。安全の確認が取れた。生徒の尋問はそのくらいにして、早く非常ベルを解除しに行ったらどうだね。仕事せえ、ちゃんと。嫌な人。嫌やったな、マックスな。ナイス、マックスナイス、いいよ。どうしたらいいんや。ありがとうございました、校長先生。校長のウェルズ先生はいつも上の空、うん、何考えてるのか全然わからない。でも助けてくれたよね。私嫌われてる。助けてくれたよ。でも顔色が悪いようだが、どうかしたのか。うん、その進路のことでちょっと悩みが。さっきのこと言わなくて大丈夫。すごい汗だ。本当にそれだけかね。私には何でも打ち明けなさい。いい人。それとも何かやましいことでもあるのか。どうなんだ。いや、大人はすぐそうやって言うよね。答えなさい。まあ心配なんかもしれんけど、いや、俺は言いたい。言った方がいい。こういうのは素直に言った方がいい。今ネイサン・プレスコットが銃を持ってました。いや、でも権力者やからな。プレスコット君がもみ消しそうじゃない。確かかね。大丈夫かな、はい、銃を持ってブツブツ独り言を言ってるところ私見たんです。明らかに異常でした。もう一人の女の子のことは巻き込まへんのね。では何かね。君は見ていたのにネイサンは気づかなかったと。物陰に隠れてて。女子が女子トイレにいて何かおかしいですか。その通り。そうは言っていない。ネイさんがいるのがおかしいよね。事実関係をはっきりさせたいだけだ。うん。
プレスコット君はこの町の名家のご子息だ。関係ねえやろ。本校における成績も極めて優秀。関係ない。ああ見損なったよ校長先生。彼が銃を振り回したなどにわかには信じがたい。うわそんなことで判断するの。その後は彼もう話も無駄やな。お兄さんはすぐに出て行きました。どうするんですか。事実なら深刻な問題だ。そうやで。私が個人的に対応する。身体チェックした方がいいじゃない。知らせてくれてありがとう。身体チェックだけはしてくださいね。銃を持ってたのに。話の続きはまた後ほど、校長室ですることにしよう。分かったら君も早く外へ避難していなさい。ふん。校長は何もしてくれないだろうけど、ブラックウェルはプレスコット家のものも同然だし、巻き戻して話を変えるべきかな。そっか難しいな。これ押してもいいんかな。話とか見る、それをやってしまうとむしろダメなんかな。いやこれ難しいな。伝えた方がいい。真実を隠す。いやこれ絶対大きいぞ。これはいや子供、大人が子供を信じないのも良くないけど、子供が大人を信じないのも良くないと思うね俺。そうやな。そうしよう。信じてみよう。一回あの校長先生を信じてみよう。その大人を信じられないことで、そのなんか良くない方向に行くっていうことも多々あるからね。やっぱ信じたい。一回は。ネイサン・プレスコット君、至急校長室へ行くように。以上。とりあえずなんかあいつ言いそうじゃない。でもマックスが言ったとかもう怖いな。はい、まあ、とりあえず今日はここら辺にしときます。めちゃくちゃ面白いですねこのゲーム。続きがめちゃくちゃ楽しみです。